これは確かに抜けてるな。こんなことすらできちまうのに、あれの力に目も向けずに死産させるなんて。まあ別に、あいつにとっちゃ釘に残った力は元より取るに足らないものだ。結局のところ、あいつらのおかげで手間が省けた。仕方のないことだ。何しろ、100年前の剣心は、確かに私をもう一つの存在へと変えた。たとえ七釘に力を残したのが、術という名の超然たる人であっても、所詮は人の力で、取るに足らないものだ。そしてあの詠嘆も、私の埋骨の地と呼ぼうと、私の亡骸と呼ぼうと、どの道、あれこそがお前にとって価値のある力だ。リトスト、久しぶりだ。死んだ奴がここに現れるとは、想像していなかったんだろう。いや、それはいずれの話だ。その通り。遠い昔から、私たちは気づいていたはず。私とお前は、共に死を迎えていなければ、共に生きるしかない。そりゃ無様なもんだ。でもそんな時が来るなら、俺も願っちまうな。もっと親しい観客を。リトスト、お前が去ってから、こんなにも長い時が過ぎたんだ。詠嘆は、俺にとっちゃ価値を考える意味なんてない。すでに手にしてるんだからな。殉死の名を冠したのはお前じゃない。なぜ真の持ち主が自ら力を手に入れる必要があると思う？そうだといいんだが。しかし、仮にお前の言う通りだったとしても、なぜよりにもよってこの時に帰ってこなければならなかった。ここから立ち去るのにさぞ苦労しただろう。成り行きに身を任せただけだ。あんな脆弱な町なら、俺が残した印で十分足りる。そうだといいんだが、私ともう二度と会わないためかと思っていた。お前ごときに、そんな価値はない。なら、それほどの価値がある人間、あるいはその相手は、詠嘆のすべてを自在に操れるとは思わないが、どのような個体であろうと、それの相手にふさわしいとは思えない。お前にもあったんだな、そこまで愚かじゃない時が。その通りだ。渡り合える個体なんざいない。でもな、それが目の前の世界だったらどうだ。やはりそうか。結局のところ、お前は公平を求めている。そうだろ？さあね、お前に教えることなんてない。もうしばらくすれば、お前の目の前にあるすべてが跡形もなく消え去る。あるいは、大きく変わるだろう。知っての通り、滅びを経てのみ、廃れた淵から昇る可能性を得られる。そうすればお前の死に意味が生まれる。